もう骨ごとみじん切りにしちゃいます。身の部分ですね。ラフツコラボ企画のサンマ編の後編ですね。じゃあ僕が今度サンマでパスタを作っていきたいと思います。原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。材料紹介ですね。ネギ、もうネギは何でもいいです。スーパーの浅漬きとか小口切りにしたもの、あとあればパセリのみじん切り、にんにくみじん切り、鷹の爪もこういうのじゃなくて、輪切りのやつでもいいです。あとはレモン、ライム、すだち、かぼすみたいなこういった柑橘っぽいもの、あとオリーブオイル、あとパスタです。パスタは別にこだわりはないんですけど、そうです、スパゲッティかスパゲッティにぐらいが相性いいかなと思います。あとはサンマ。サンマは前の日焼いて残ったまでいけるので冷めたんですよ。これは前回こちらの原さんの回でもやったのと同じ感じでほぐして使っていきます。身と腹わたと分けて使っていきます。はい、じゃあ早速調理していきます。最初に、フライパンまたはちょっとお鍋ですね、冷たいうちにオリーブオイル入れます。これ注意点はオイルが熱くなってからじゃなくて、冷たいうちににんにくみじん切りと鷹の爪、入れていきます。で入れてから加熱していきます。注意点は、ちょっとこう温まるまでは火強くでもいいんですけど、少しこうにんにくが香り出てきたら必ず弱火にして、にんにくがこうきつね色になるような、真っ黒になると苦くなってしまいます。で火が入っていないとにんにく臭く生臭くなってしまうので、ここがポイントですね。鷹の爪、今2名分作るんですけど、この大きさだったら1本でもいいと思います。ポイントは種を取ること。中の輪切りの鷹の爪だったら、そうですね。4、5枚。僕はちょっと辛めが好きなんで、鷹の爪今ちょっと2本入れてみます。で火加減これぐらいです。弱火、沸いてきたらで、この間にパスタもこう茹でながらやっていきます。パスタの茹で時間はだいたい袋に書いてある茹で時間のからマイナス1分ぐらい、30秒から1分ぐらいがちょうどいいと思います。はい、じゃあパスタ入れていきます。あ、ちょっとお塩ですね、パスタの、これ一応例えば1リットルに対して何グラムとかいろいろあるんですけど、もう測るの大変なんで、飲んで、海水と同じぐらいちょっと飲んでうんって喉にくるぐらいの塩加減ですね。はい、肝ですね。肝のとこは前回の原さんは裏ごししたんですけど、パスタにするんで、これちょっともう細かくもう骨ごとみじん切りにしちゃいます。身に対して肝を全部入れると、多分パスタの場合だとちょっと苦すぎるんで、肝は半分ぐらい使います。もうざっくり包丁でみじん切りでなんかイメージ的にはアンチョビ使う感じですね、パスタに。はい、だからすごいキャベツとかも相性いいと思うんですけど、今回はシンプルにオイルとサンマで。はい、これぐらいですね。そしたらニンニクがいい感じに香りついてきました。でこの火加減はわーって沸いたらもう絶対強いと思ってください。沸かないぐらいで、ここでしっかりニンニクに火を入れると後でニンニク臭くなったりとかしないんで、女性の方もそんなに気にしなくて済むと思います。これぐらいです。もう今ところ、はい、ここで肝を入れます。で、オリーブオイルを溶かし込むような感じで、この時に火は少し入れた方がいいですか？いや、このまま弱火のままでいいですね。弱火のままで。はい。で、パセリです。パセリのみじん切り入れて、で、このパセリがの水分で、このニンニクがもうこれ以上焦げなくなるので。で、ちょっと茹で汁入れます。少し。これでもう完全にニンニクが焦げるのは止まる。はい、で、パスタが茹で上がるのを待ちます。あと2分ですね。一回だけちょっとこう味見して、この時点ではちょっと固いでもこの後まだ柔らかくなるんで、アルデンテに仕上げるならこれぐらいで揚げていきます。でざるに、あとちょっと茹で汁で調整するんで、茹で汁は全部捨てないで切っといてください。先ほどの、肝とニンニクとオリーブオイルが入った鍋、先に入れて、ここで一回強火。そうですね、ここで。はい、こういう感じで沸いてきて、混ぜてるとこうちょっと乳化してくるんですよ。こうとろっとつながった感じです。でパスタを入れます。で味見してみます。で混ぜるとつながってくる感じですね。はい、で多少水分を足してあげて、はい、これで完成です。はい、でに、ほぐした先ほどのサンマ身の部分ですね。なんかあんまりこだわらないでこうランダムな感じで持っていいと思います。これもう身の方は塩焼きのその味ってことですね。そうですね。結構パスタの方が塩結構決めて作ってるんで、これ中和されるぐらいでと思いますね。はい。そしたら、仕上げは小口に汚いですけど、パラ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 で、そうですね。隠し味で少し醤油とか入れても美味しいと思います。はい。と最後にかぼすとかすだちとかなんかちょっとよくに添えて、あと仕上げにこのエクストラバージンオリーブオイル少し上から香り付けですね。加熱してしまうとオリーブオイルって結構やっぱ香り飛んでっちゃうんで、仕上げに少し入れてあげるとまた引き立ちます。はい、はい、完成です。では試食、原さん試食じゃあお願いします。はい、はい、いただきます。いいですか？いただきます。香りはもうやっぱサンマって感じ、うん、ですね。うん。うん。これ肝アンチョビ感ありますよね。出ますね。なんかニンニクも効いてるし、火もきっちり通ってるとか。肝が苦手な人がダメな、なんていうんですか、香り、肝の香りっていうんですか、ね、はいはい、あれが全然ないですね。その代わりコクがすごい出ますね。うまっ。で、実際さっき作ってる時の画像でもそうなんですけど、後から塩してないんですよ。ゆで汁の塩とサンマの塩だけなんで、結構もうちょっと酒に合う感じで、そうですね、酒飲めますね、はい、酒でと思って作りましたね。はい。ちょっとやっぱりこのピリ辛もこうバシッと全体が締まる感じでいいですね。やっぱりちょっとぶっかけご飯と同じなんですけど、ちょっと絞るとまたこの柑橘系さっぱりと。うん。変わりますねやっぱり。うん。ほとんど同じ食材で。できますね、ワットソースが。はい。これは、やっぱ白ワインちょっと合わせたいなと思って、今日ご紹介するのは、うちのオープン当初からいたシェフソムリエの依田が、まあ、ちょっと変わってる人間なんですけど、ワイン突き詰めていくうちに、ぶどうから自分で作りたくなったっていう、はい。長野で今、地元の長野で作って、今年リリースして3年目ぐらいですね。はい、このレストランっていう、はい、ぶどう品種いっぱい入ってます。8種類ぐらい入ってます。はい、こちらちょっと合わせたいなと思います。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。うん、うん、やっぱこれは白がいいですね。白がいいですね。はい、ちょっと酸味という、うん、あとサンマってなんかトマトパスタとかいろんなの作れるんですけど、はい、僕はオリーブオイルとかニンニクとの相性がすごいいいと思うんですよね、うん、はい、なのでオリーブオイル系僕はおすすめします。パスタとかにするんだったら、はい、で前の日残ったサンマとかでも冷蔵庫に入れておいたのそのままこういう感じでパスタにもできるし、はい、すごい使い勝手がいいっていうかもう便利なパスタ。まあこれ応用して、イワシとかでもできますし、アジとか逆に干物の魚でも同じような感じ。サバとかでも、はい、でも綿が入らないから、綿は入らないですけど、まあ、同じような感じで作れると思うので、ぜひ皆さんご家庭で挑戦してみてください。あれはどうなんですか？イワシの水煮みたいな缶詰的なの。缶詰いけますね。はい。サンマの缶詰もいいですし、はい。サバもいいですよね。味噌煮とかでやったらちょっと和風になりますし、はい、液体も中の液体も使えるので、あ、そういう時はもうじゃあ缶の汁も入れて一緒に、はい。ただ塩分の調整だけちょっと、はい、そこは茹で汁の方の塩分をちょっと調整すればいけると思います。コクが出ますな、やっぱバターやっぱいいですね。いいですね、はい、はい。あとお子様だったらちょっと生クリームとか入れてクリーミーにしてるほど、はい、大丈夫だと思います。今回久しぶりの和風コラボ出張料理牛尾の原さん招いての1品目ですね、サンマ。これで終わります。で、次回来週からはキノコですね。キノコをテーマにまた和風コラボやっていきたいと思います。そして久しぶりの開催ですね、コロナになってからちょっとできなかったんですけども、フレンチと和食、あと日本酒とワインの会、11月6日ビストロモンマルトルで6時から開催いたします。興味がある方、ぜひご参加ください。詳細はこちらですね。はい。あと前回前々回の映像とかもホームページとかでもアップしていきたいと思います。はい。お問い合わせではお待ちしております。では原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。